はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで MICさんからお依頼です。はい、メジャーリーグのサッカーのサファイアを2つですね。はい、じゃあよろしくお願いします。まずハサミでね、上切りますんで。はい、じゃあね、いきます。よいしょ。ブランコさん、お、カデンクラーク。はい、なんかこれやっぱり、まあ、ちょっとサブセット的な位置に位置づけになってるようですけど、まあ全然ね、出るだけ OK ですよ。で、インサートがいましたね。これ箱1ぐらい。よいしょ。はい。これ RC ですね。RC 何人ぐらいいるんですかね。30人ぐらい。グザーさん、そんないないか。はい、2枚目ですね。お、3枚目、クリスチャン・トーレスさんね。彼も2004年生まれですからね、これからですよ、ほんと。クリスチャン・トーレスね。はい、両方にいいんだね。そこそこ上位ルーキーは両方にいいのかな。はい、その他の他の選手は全く分かりません。パラレル来てますね。誰だ。お、ルーキーだ。あれ、さっきベース出たっけ。出ましたね。うん、アンドレス君は2000年生まれ、アメリカの方ですね。うん、ミッドフィルダー、アシスト2が去年かな。はい、まあでもね、ルーキーのパラレルとカデン・クラーク、ケイデンなのかな、カデンなのかな。ハイナンバー出てますから。あ、なんか白い。あ、またこれひっくり返ってる。これがね、よくわかんないんですよね。オポクくんだ。残りです。あ、ゴールドだ。これバリエーションなの？ちょっとわかんないんですよね。昨日もあって今日もあったんですけど、写真がちょっとオポクくん出てないんだよな。いつも終わった後すぐ梱包しちゃうんでね。イアウト、RC。ポポク君、昨日出た写真どんなだったっけな。はい、アルティドーレだ。で、白いの。あ、サインだ。はい、マイルズ・ロビンソンさん。綺麗ですね、かっこいいですね。97年生まれ、まだ全然ね、お若いですね。ディフェンダー？ディフェンダーか。6フィート2か。うん。はい、サインも出ました。で、ルーキーのゴールドも出ましたね。で、ルーキーの 99？ あ、アーロンソンね、出ました。カデン・クラークとアーロンソン両方、ちょっとハイナンバー、あ、オレンジだ。オレンジが来てる。誰だ？お、オポク君。あ、写真が違うわ。あ、やっぱりひっくり返ってんのは、あ、こんな形で、バリエーションが確認できました。ありがとうございます。すごいですね。うん。オポックのベース出ないかなって、ちょっとね、多分、お客様も思ってたと思います。店長も思ってました。
これすごいね。ポクボックスっすよ。ポク箱っす。ねえ。これもう、どこ？ LA なんつうのこれ。ロサンゼルスか。ロサンゼルスフットボールクラブ？ねえ。っていうのがチーム名なんだ。ここ応援するしかないじゃないですか。すごいね、でもね。ちょっとこの一箱、おぽくがかってますね。いや、全然いいですよね。アーロンソン。ちょっとすいませんね、ちょっと。なかなかいいボックスだったんで。いや、これでケイデンとアーロンソンがベースだったらなって言わないでくださいね。はい。すごいですね。サインも出て。で、これですよ。ねえ、やっぱこう面白いですね。まあ、ただ、わからないだけですから、店長が。よいしょ。はい、じゃあ行きまーす。200個目、うん、バレリーさん。あ、ゴールドが来てる。ゴールドですね。横型。はい。ビンクスさん、ルイス・ビンクスさん、マリッチさん、50ですね。ディフェンダー。あ、でも2001年生まれだ。おー、去年カードがあったのかなって感じですよね。はい、坊さんね、こう覚えました。ちょっと特徴のあるお方で。はい、アルバレス。ニエマンさんっていうのかな。ルキじゃないですよね。パラレル来てる。またクラークス。全然ありですね。はい。ちょっとパラレルがディフェンダー多いな。はい。これも RC じゃない。99枚。88年、あ、生まれ。めっちゃベテランじゃないですか。超ベテランじゃないですか。ねえ、レジェンドっすね。ルキですね。これインサートね。ザーデスさんだ。はい。ちょっとサブセットはいいな。もうなんかベース出てよ。はい。うん、ブレンナーさん、ルキですね。あとまだ3パックありますんで、上位3人ルーキー。あ、ね、この辺は出るんですけどね。パラレル来てます。あ、クリスチャントーレス。この辺が後から来そうですね、このプロダクトも。はい、ミッドフィルダー、ブシオさん。これ75でも2002年生まれ。この辺わかんないですよね。 RC がついてないだけかもしれないし、なんとも言えないですよね。まあ、あ、トーレスだ。お、またオレンジ。はい。さあ、どうだろう。あ、サインだ。ナグベ。あれ、ナグベ？ナグベ。ナグベは、ナグベ、ナグベ何入ってたっけ？なんか見た覚えはあるけど、この方のナグベなのか。
はい、オレンジオートきました。25の15、リベリアだからそうだよね、あのナグベだよね。ほう、今アメリカにいるんですね。はい、でルーキー、ルーキールーキーマークないんだよね。でもね、ペピはね、見落としてないよな写真でわかるよな。で最後、うん、はい、ということでペピ以外の出は良かったっすねえ、まあでもかなりいい方だと思いますよ、こういう出方は。まあシリアルも3プラス3位のシリアルで、合計シリアルは4枚出てますし、やっぱいいですね。まあばらつきはあるでしょうけど、やはりまあこのくらい出れば全然楽しめるような気がしますけどね。まあアメリカでもすぐ上がるんだろうなっていう感じです。はい、ということで、まあサインがね、2箱で2枚出ました。まあ2箱1という形ですけど、なんか結構出やすいような気もします。はい、ちょっとその辺は分かりませんが、でルーキーのパラレルが1箱目にいっぱい出たのか。でこの辺がねベースだったらいいんですけど、まあこのカードもかっこいいから、まあね、いいんじゃないでしょうか。で1箱目のルーキーパラレルが、まあバリエーションを含めてね、はい、ポコくんボックスでしたね。みんなちょっと口がおーってなってますけど、はい、で2箱目はちょっとベテランばっかりでしたけど、はい、シリアルが3枚出ましたね。うん、なかなかやっぱいいですね。はい、じゃあ、参加します。2箱なんで2回戦です。1、2、あ、ちょっと待って、1だね、で2だね、3、はい、2の3カードですね。1、2、3、あ、フルハウスを引いてしまいました。2の3カードだよね、店長、フルハウスを引いてしまいました。はい、ということで2箱目分です。1、2、3、9のワンペア、引き分けや店長の勝ちなんで、いや、なかなかいい2回ポーカーでしたね。はい、ということで、こちらで梱包して、本日発送します。はい、ありがとうございました。